アメリカのタイヤ大手グッドイヤーは27日、世界の従業員のおよそ5%にあたる500人を削減すると発表しました。インフレによるコスト増加やヨーロッパ、中東、アフリカで2022年10月から12月期の需要が1年前から12%減ったことなどが影響しました。 また、玩具大手、ハズブロも、世界の従業員のおよそ15%に当たる1000人を削減すると発表しました。同時に発表した2022年10月から12月期の決算見通しでは、売上高が17%減少するとしています。